そのなんだい、あれだな、あのなんでちょっとサバ読みすぎちゃったみたいでな。分かってる、言うよ。そのとんだ匂わせみたいだったな。すまなかった、この通りだ。ほら、店員さんさ、ひどい席座ってまた。まあでもお前ががっかりしたのもわからないでもないんだ。俺も自己紹介の時にな、みんななんで年上なのかって焦ったんだよ。だけどな、どうしてもただの昭和生まれだって言いたくなかったんだ。言っちゃったらそれで惹かれちゃうような気がしてな。高齢者はこれからどんどん増える世代だ。俺は自分が令和の日の将棋になるのって夢じゃないかと思ってる。いや、それどころかアプリでマッチングすることだってできるって考えてんだ。いや、まあ確かに今はお前の言うように子供部屋おじさんだ。だけどな、無駄毛も処理したんだ。わしは JD になってきっとモテる。協力してくれるな。次回、学生気分のブログ物語、東京ドームシティ丸六大開示店への誘い、年齢など記号だ。ギャラリーアーモン丸三、恋とお酒とラーメン第67回。おら、何もできねえけど、友達紹介してくれればいいわ。そうだ、意地すぎです。